ケモン。お。来た。おー、おはようございます。チケット回します。ポケモンマスターズ実況プレイ始めていきたいと思います。まあお試しですね、お試しプレイということでやらせていただきたいと思います。まあこんなもんね、もうみんな腐るほど見てんでしょはい、おー、ボンジュー、よく来たらポケモンマスターズの世界へ。うわ、なんかこういうの見たことあるよな、こういう感じの始まり方。グリーンだ、グリーン。ただ、フットがボンジュールしか言わへん。なんだ、フルボイスじゃないのか。なんちょっと、悲しい。なんかちょっと悲しいんだけど。お前を待ってるのは俺たちポケモントレーナーの祭典。ね、ワールドポケモンマスターズ。このゲーム自体は、3対3で戦うっていう、チームで戦うっていうゲームないようにしたいですね。そう、そういうもの言ってくれたわ。3人1組のチームになってたから、トリプルバトルができるみたいな感じなのかな。ねえ、懐かしいね、トリプルバトル。また噛んじゃった。お、いいねえ。タップでその人に話しかける。うわ、ジョイさん、もうここまで美人になったか、クルティって言ってるけど、ジョイさんじゃありませんでした。ピカチュウで、やっぱりピカチュウなのか、はじめの相棒。僕 EV 派なんです、EV だったんですけど。ポリゴンフォン。ルトムじゃないんだ。ちょうど新しい仲間お写真のパティさんがおられるのでご紹介しますね。何、はじめのなんか、あ、はじめの星1ユニット的なやつかな。言い方なんとかならんの。たけしとかすみっていいね、なんか。あの、サトシの味方みたいなか、ね、サトシの仲間にもなってましたからね。今ね、今みんな見てるかな？あの、フル画面で、今フル画面でね、表示されたのよ、一瞬。全画面で見えたんですよ。みんな見てたかな？僕ちょっと見れなかったんですけど、携帯見てたから。で、ホスさんの、ホスさん？嫌な予感がしました。俺は今このゲームに一瞬で嫌な予感を覚えました。大丈夫でしょうか。かすみとスターミー、よろしく頼むよ。たけし、ほらこの全画面、全画面、全画面、ほら全画面。俺はジムリーダーのたけし。たけしね、やっぱいいワークだよね、たけしと来たらね。よし、これはもうチュートリアル的な感じなんかな。やったここはセントラルシティ、人工島パシオの最大の街だ。仲間になってくれたのパティーズに心当たりがあってな、その子を探す。あれ？パティーズって何？ストーリーでも手に入るし、多分、予想的にはガチャ引いて手に入るタイプなんじゃないかなと思うんですけど、ストーリーの手に入る仲間的な？一種地方のあの子ね。さあ、向こうに行って、ね。ちょっと待って、待って。いや悪いけど勝負はできないわ。今私のポケモンに無理させたくない。いや、一発でしょ、あなたなら。いや、あなたならさ、何しやんのも一発だろ。あんた最強候補だろ、パッと見。何言ってんの。そうですよ、どうしてもって言うなら火を改めるべきです。うわ、怖いおじさん、怖いおじさん。チャンピオン、白のチャンピオンに挑むのね、その一文字で勝負すんの、ちょっとやめた方がいいよ。さすがに厳しいよ。ほらほらやるよ。バッドガール、バッドガール、こんなんなの。おいおいって、たけし、おいしか言わないんだけど。あ、え、何、もう知ってる前提。あ、まあそうか、原作だったら知ってんのか。よーし、不安定と一文字。いや、勝負しようぜ。いや、勝負しよう。何勝手にもう初回報酬出てんの。勝負は、勝負は別なの。また火改めるの、本当に。めっちゃ優しいじゃん。火改めてんじゃん。あ、これ。うわ、なるほどね。この今の先制で、編成でチーム組んで、もうそこの出発をすると。うわ、なるほどね。さあ、初バトルですね。ちょっと
てかさ、あんたって知らないの、メタメタあったポケモン勝負。その通り合ってる。あなたは、あ、実は合ってるよ。ほらほらやるよ。ま、間違ってはないな。うん。レート的に考えればそれは間違ってないです。レートだったらパッと見そうだ。お、え、なに、横、横の方優しい。目が優しいぞ、お前ら。目が、お前ら優しいぞ。3対3。3パティーズの操作を切り替えながら戦おう。ほんほん。リアルタイムって言ってたんで、結構ね、なんか急いで戦うのかな。電気ショックで攻撃してみよう。な、対象は選べないんかい。技ゲージを消費するぞ。あー、なるほどね。なに、FF 的な。で、技ゲージが溜まったら、この下の技ゲージがどんどん時間溜まってって、それが溜まったら命令できるって感じか。すごい向こうがね、ほっとくと攻撃してくる。リアルタイムだね。確かにリアルタイム戦闘がね、このゲームの売りみたいなとこありますからね。なるほどね。そんなじゃないよ。なるほどね。結構スピーディーなんですね。ボーっとしてたら負けんのね。はぁ、はぁじゃね、お前らの隣のトレーナー、メイ、あんなに優しかったぞ。ん、怖いおじさん、どうしたの。怖いおじさん、チャンピオンとるか来たのに、一体何なんだ、おめえらは。刀なしもなさそうだが、お前、一文字いたけど大丈夫？え？一文字とかいたけどな。なるほどね。こうやって切り替えつつ、リアルタイムで戦っていくと。どこがダメだったか、アドバイスしてもらえるかしら。どこがダメだったか、アドバイスしてもらえるかしらじゃないですよ、あなた。あなた、どこから湧いてきたんですか。お前らチェス、チャンスが台無しだ。あ、EXP。あ、レベルはあんのね。あ、ポケモンのレベルもあるんだ。まあまあ、あるだろうな。今思ったけど、それあるだろうみたいになっちゃったけど。こんな奴らに負けるね、知識覚えてやがれって。でもさ、この人たちジムリーダーの存在知らないのかな。逆に関してさ、ジムリーダーの存在は知らなかったの。チャンピオンの存在してるのに、ジムリーダーの存在知らなかったの、この人。いきなり絡まれちゃってて、怖い街だな、おい。おしゃべりしてるだけで急に横から、おーおーおーおおってくんの、やめてよ。一日との有名トレーナー。まあ、主人公ですからね、言うて。言うて BW のね、主人公ですからね。で、新大地方のチャンピオンの白菜ですね、この人。もう有名ですよ。見られた才能を感じるって。それじゃ、バイバイ。これ絶対ガチャ、こいつ絶対ガチャだ。こいつ絶対ガチャだ、ガチャだ、ガチャ。どんな表情してんねん、お前。表情どないなってんねん。お願いします。結局お前するんやないか、ポケモン勝負な。このさ、この曲もいいよね。普通にやっぱ。さ、エリートトレーナー二人なんだけど、お前ら。行きます。行くわよ。行くぞ。ねえ、まあ、チュートリアルなんでね。パティウス技が解放されました。何それ。相手に大ダメージ与える強力な攻撃技です。パティウス技って何よ。あ、これか。真ん中の、分かりづれな。はいはい、ここのね。それ。待って、今、説明見てんだべや。頑張れ。放置しない限りは勝てるはずなんですよね。お、パティーズ技。いくつか技を何回か使うと、こういう風に使えると。ピカチュウ言っちゃった。で、カットインね。喋らない主人公やったわ。雷。効果は今一つだけどね。なんでそんな285までんの。おい。最後のとどめの一撃感あるな。とどめの一撃感あるな、今の。すごい顔してんな、メイ。予想以上の実力でした。お願いします。私は、そうだね、ストーリーでやっぱ仲間に、いい家がない。ストーリーで仲間にもできるんだね。目いっぱいね。パシュラシュです。ジュンさんって言うんですけど、と。ね。
仲間を集めて結局ってことは選ばれるのは3人だけと、誰かがハブられるわけですね。はい、わあいいね、全画面で表示されてる。でもこっからね、草タイプ、え星5なんで星5なの。ちょっと待って、お前がなぜ星5なのかがちょっと俺理解できないんだけど、なんで。いらっしゃいませ。真相回転、いらっしゃいませ。おっとショップがあるぞ。あーって言っちゃったじゃん、ほら、あーって言っちゃったじゃん。ショップで新しい仲間を増やしたり、出た出た、道具を交換していろいろ商品を手に入れることができます。はい、新しい仲間を探す、始まった、ほら始まったぞ。おい大丈夫か、おい出たぞ、皆さんのね、皆さんの得意リセマラですよ、リセマラ、ほら始まった、もうリセマラが始まるぞ。おいこれがもう皆さんがね、あーすげえ、なにこれ、ちょっと待って、また全画面で、で、さあ、皆さんの得意なリセマラのお時間です。はい、おお、ポリゴン頑張りすぎでしょ。なるほどね。うちがジムリーダーのアカネちゃん。かわいいうちに。なんかアカネと水タンク嫌な予感しかせえへんぞ、お前。お前すげえワンニキで倒してくなるもん。同じパティーズのニュースとパティー屋さんの、もうやだ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 、同じパティーズニュース。あーもうやだ。は、はい、はい、すいません、はい、はい。そんなにあんのかよ。